多道の鬼は、尻とは、奈良県五条市大津町の念仏寺において、室町時代から毎年1月14日に行われている、中正会決願の行事である。1995年に、国の重要無形民族文化財に指定された。鬼走りというのは、宮中の年中行事である鬼洗いを模倣した空気と、薬病を払う儀式で各地に多く残されているが、多道の鬼は、 尻行事の鬼は、追い払われる対象となる悪い鬼ではなく、阿弥陀如来に使い最悪を除き服をもたらす良い鬼とされている。念仏寺田、道念仏寺は、土地の豪族境井辺の氏の宇治寺として、鎌倉時代に創建されたと言われ、境井辺号十二家村の里寺であったが、現在は、新言州に属する無住寺院となっている。境内には、かやぶき屋根の本堂があるだけでこの堂を、 多道と呼んでいるが、これは、松明をかざして飛び散る火の粉で身を清め災いを、焼き払う脱坦の秘宝を行う道からの命名で、あるとされる。この寺の脱坦の行法は、室町時代中期に、領主、境辺の忠志望の弟よりずみ別銅が、東大寺二月堂の修辞会に習って始めたもので、毎年1月14日の修正解決願に、鬼走り行法を創始し、 役よけ福祉を願ったものと伝えられ、以来500年以上の間一度もかけることなく行われてきた行事である。行事で使われていた記念の文明18年の牧書名や明王5年の境辺の合定め書からも15世紀には記念を用いた行事が成立していたことがわかる。また、安永2年の大津村村官名最長には現在と変わらないようには、 尻行事の詳作が記されている。境井辺号とは、近世以降は、中村、大野村、山陰村、多戸野村、大深村、黒駒村、兵野村、大津村、日内村,村、犬飼村、上野村、間谷村となる十二家村の総称で、1889年からは、それに、境井辺神殿と、河出寺村が加わる。多戸の鬼は、尻は、 この境辺号14地区により自運営されてきた。儀式は14地区の代表や境辺自治会などからなる。総大会と鬼は尻の小役を務め実質的にこれを執行する。念仏時期は尻保存会によって行われる。鬼役は特定の家ではないが一度引き受けると、翌年以降も毎年務めるようになるらしい。鬼が持つ、松明の重量はキログラムもあるのではかくて、 力の強い者に順次譲られてゆく。鬼役三人は1月8日から水ごりをして、別家の精進生活を一週間続ける。昔はその間を境内にあった籠堂で過ごしたと言うが、現在は各家で行っている。行事の不備は、精進が足りなかったことを意味するため、その間の生活は徹底している。 ベテランの鬼役でさえ手がちぎれても松明は花さん覚悟だが精神統一のため毎日納得するまで水を浴びると話す。12日からは家庭役も精進決済に入る。この日は鬼役が中心になり行事の準備をする。鬼の井戸へ行く道作りをし、鬼の体につける小より作り、さらに大仕事の松明作りをする。松明の台は 長さ8 0トルほどのヒノキの木片を桶を作るように囲む。その中に5 0トルほどの小根を差し込み、燃えやすいように穂だやヘギを混ぜておく。台の周り5箇所を細縄に白紙を巻いた花見縄で桶のタガを締めるように締め付ける。松明を持つ部分もこれで作りくくり付ける。鬼が持つ松明は長さ1 2メートル、直径7 0トル。 重量6 0ラム。これを3つとやや小さめの加点薬用を1つ、そして直径1 5トルほどの迎えたいまつ1つの計5本を作る。小根は毎年取り替えるが、鬼走りの盛り上がりはたいまつの燃え具合にかかっている。樹脂が多くて燃えやすい小根は1月5日頃に採掘する。 以前は念仏寺の保安林の松を使用していたが、近年は山に松が植えられていない上に松食い虫の被害もあり、良質の証拠を確保するのが困難になっている。鬼走りに奉仕するのは、官業層のほか、鬼役3名、家庭1名、助4名、水天5名、怪武器2名、太鼓打ち1名、棒打ち3名、金打ち1名など。3匹の鬼は、 王のを持つ赤い鬼が、父木。練り木を持つ青い鬼が、母木。土を持つ茶色の鬼が、子鬼で、それぞれの木面とそれぞれの色の方位を置き、鉄鋼ギャハンに、わらじばきといったいでたちで、その装束の上の足、腕、肩など十六箇所に、関税寄よりという小よりを結びつけている。この鬼の面が立派で、室町時代の文明十八年の墨書きがある。 火矢剤の一木作りの三面ともほぼ同じ大きさの重量 4.5kg ほどのものだが、現在この面は文化財として保存されており、行事で実際に使われているのは1960年に大多古牧師に依頼して作られたヒノキ材一木造りの木面である。14日は午後から大繁荷凶の天独法要が行われ昼の鬼走りが始まる。鬼は松明を持つが昼は点火されない。 同時に、本堂の内陣、趣味団裏の松の板壁を1メートルほどの長さの歌詞の棒2本でリズムをつけて叩く、阿弥陀さんの肩叩きと呼ばれる、棒打ちが行われる。夜になると、ゴマがたかれ夜の鬼走りとなる。向かいの小松明を先頭に、鬼の入道、度胸が始まり、鐘、ホラガイ、太鼓と共に、棒打ちの音が堂内に響き渡る中、加点役による、 火伏せの行となる。銅の奥から、エビ茶色のハッピ姿の花天が燃え盛る松明を肩に、登場し、お堂の正面に立つと松明を振り上げ、水の字を書くように振り回す。火の子が飛び散り、水天薬が手に持つ桶から笹竹で水をすくい、花天にかけて火を払ったり床に落ちた火の子を消して回る。銅を三回回ってこうは、終わり銅内はしばし沈まる。 そのうちヒノキの商用をいぶした、厚い煙の雲が、道内に立ち込め、煙の中から、棒打ちの音、ほらや、太鼓の響く中、行事を取り仕切る。差配の指示でいよいよ最初の一番松明に点火。松明は、助役の方に担がれ父機と共に登場。鬼は一の戸口で松明を受け取ると正面に来て、左膝の上に置き、右手の斧を高く上げて、見えを切る。 続いて、母木が2番松明で登場。鬼は2の戸口、3の戸口へと渡っていく。3番松明で小鬼が北の戸口に登場するときには、父木は南の戸口、母木は中央の戸口と3つの松明が、並びそれぞれが大きく、見えを切る。松明は南の戸口から助役により、趣味段裏を回って再び北側に渡り、鬼たちの 同じ所作が三周繰り返される。道内での火祭りは、例が少なく初めて見る人はそのスケールの大きさに驚く。松明の炎は木造の道路の軌跡を舐めるように広がり、火伏せの行と同じく水天薬が火の子を消して回る。これだけの火を集めるのだから神経を使うが、これまで火災になったことはない。阿弥陀さんのご加護だと地元の人たちは語る。 昔は三つの松明の燃え方でその年の米の出来具合を占ったという。一番松明が和瀬、二番松明が中手、三番松明が奥手と定め、一番よく燃えたものがその年の方策をもたらすと言われていた。鬼たちが道内を参集すると、横出口から境内の右隅にある水天井戸に霊マイルに行きたい松明を水に沈めて火を消す。 行事はこれで終わりとなるが、鬼が体に結びつけている小よりが、かよけになるというので、見物に来ている人たちがこの時に、鬼の周りに殺到し、奪い合いとなる。1960年まで行事に使われていた鬼面は15世紀制作の、貴重なもので、本尊阿弥陀如来の面と伝わる無名の鬼面を含めた4面が、多道の鬼面として、奈良県指定有形民族文化財となっている。 ありがとうございます。